明日から就活解禁、不安な人みんな集合、 B3 卒の私たちから応援動画です。こんにちは、専修大学4年の星翔と、日本大学4年生の宮下優香と、普通橋大学4年の大塚希穂です。はい、この時期はあれよね、とりあえずやばい明日から就活が気になる、どうしようと思って寝て起きたらなんもなかった、うん、特になんもなかった特になんもなかったけど、うん、一応なんかエントリーとかはね始まったらしい。そうだね、なんか多分みんな同じ気持ちだから、なんかマイナビとかリクナビとかがちょっと多分重くなってて、あーそうね、そうだけど多分みんなやること分かんないから、数時間後には普通に戻ってるって。あーそうね実際なんか変化あった？就活解禁って言われて。いや、就活解禁の瞬間はなかったんだけど、うん、就活解禁が2週間ぐらい経ったりとかすると締め切りもすぐ終わりですとか、2週間ぐらいしかないから何社も出せなかったりするよね。ってなると後から考えれば1日から絶対エントリーとかした方がよかったなと思ってますね。ひーちゃんはなんか変化ありますか？いや、私特になくて、それこそ日経志望とかから、うん、気にしてはいたけど、いや特になくて、ただただもう ES の締め切りに沿って書いて出すっていうのを繰り返してたかな。まあ、そうだよね、そんなもんだよね、うん。で、3月から就活解禁ってなってさ、3月締め切りやばいってなるけどさ、そんなにね、なんやかんや大丈夫だったよね、うん、大丈夫。なんかゆかちゃんとかはもう特にあれよね、なんだっけ、最初の会社は3月締め切りとかだった？最初の会社はなぜかこう2月頃ぐらいにあのエージェントさん経由で応募して、3月頃に内定もらいました。はい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 。でもその後もあれだよね、就活続けてたもんね。そうですね、続けてました。それはいつ頃だっけ、いつ頃から始めたんだっけ？エージェントさん経由で出したところが内定もらっていたので、あの ES とかがなかったので、通るエントリーシートっていうのが書けるようになったのがようやく6月頃で、そこから6月後に2次面接ぐらいまで通るようになって、ようやく7、8月頃に3次最終だったり内定みたいな感じで、そういうことでした。だから結構ずっとなかなか長かったですね。あ、そっか、結構その時期だと不利になったりとかした？いやでももちろんすごい大きい企業さん、外資系とかは分からないんですけど、私の受けてた企業さんはすごく不利になってるっていう感覚は全然なかったですね。びっくりするぐらいなかったです。あ、そっか、はい、じゃあ会社にはよるけど結構長期的に取ってるとか取ってるんだね。そう思います。3月とかにさってさ、やばいやんなきゃとかなるけど、僕結局あれなんですよね、結局今行く企業とかってもう内定はまた6月とかなんですよ、3月が始まったけど。確かにっていう感じだから、そもそもそんな焦んなくていいなっていうのと、うん、あとはずっと続けることによって、でも最初に僕は6月だし、赤ちゃんになったらもうちょっと後の時期に本当に行きたい企業に内定決まったっていうのがあるから、受かったからやめなきゃとかでもないし、受かってないからちょっと焦んなきゃっていうわけでもないし、とりあえず本当に自分が納得いくところまで続けることが大事だと思うし、それこそ全然募集とかはして、二次募集もよく今でも見るしね、たまにね、見る、まだ来るとかもあるから、そんなに焦んなくてもいいんじゃないかなとは思うよね、うん、思いますそう、だから諦めないで、ぜひあの未だに内定もらってない人ってまだたくさんいると思う。それはもちろん当たり前だと思ってて、でも4月5月に内定もらえない人とか、そもそも会社がね出してないとこもいっぱいあると思うし、うんうん、5月とか6月だと半分ぐらい持ってないみたいなのが普通だった気がするんで、去年は。なんでもしなんか焦ってる方とかいらっしゃったとしても、諦めずにちょっと頑張って、あの本当に納得いくまで続けてほしいなと思います。自分が納得いくまで続けようっていう気持ちだったり、粘り強さが就活では一番大事になってくるのかなって思うので、みんな不安でも不安を乗り越えて頑張ってほしいです。会社ってもうダイアリーでもね、もう何社も紹介してる通り、もう何百万とあるから、うん、その中でもね、自分に合う企業をね選べるように頑張ってください。私自身は4月に内定もらったんですけど、だけど私はこの2人と比べたらやっぱ早くから始めたっていうのもあるし、まあ、それこそ私もなんか1年ぐらい時間をかけて就活をしたっていうのがあるので、時間をかければやっぱどうにかなるんですよ。だから、まあ、時間をかけて私も納得できる会社を見つけられたなって思うので、内定もう早く欲しいっていう風にどんどん先にって言って気持ちだけ進むじゃなくて、ちゃんと手を動かしていろんな人を巻き込みながら、まあ、自分で納得できる会社を見つけてもらいたいなって思います。みんなで応援してるのでぜひ頑張ってください。と僕からはなんですけど、なんか僕の大学の同じような学歴の人とかって結構みんな諦めて、最初から行きたい気があるけど受けてもなとか、OB 行ってないから受けても
まあ、どうするかないだろうなとか、ES も落ちてもなんかいやぶっちゃけまあこんな学歴低いしなっていう人が結構多かったんですよね。で逆になんか僕の友達のよくいわゆる高学歴みたいな人とかって、周りが高企業行ってるから、まあ、高企業行かなきゃとか、うん、親にさ期待されてるから高企業行かなきゃみたいなところがあって、でなんかその入ってから先輩とかでいやーみたいな人多かったりするんですよね、うん、全然思ってたの違ったみたいな。だから本当にそういう学歴本当に関係ないと思うし、まあ、学歴気にしてるんだとしても本当に周りの意見とか、まあ、実際のどの学歴だから受かる受かんないとか全部無視して本当に行きたい企業を一回受けてみると絶対いい方向に進むと思うので、ぜひ周りの評価とかは気にせずに自分が行きたい企業に行って受けてみてください。私からはその時期私はすごい ES も通らないし面接も全然対策できてなくてとても不安だったし、もう持ち駒とかも4、5月ぐらいに0個になって本当にどうしようかなっていう感じだったんですけど、それでも継続してこうコツコツ努力して今行きたい会社に行くことができたので、ぜひその学歴が自分の思うような学歴がなかったとしても意外と ES とか面接とか頑張れば一部の企業を除いて意外と関係なかったりするので諦めずに頑張ってほしいです。ということで就活生の皆さん頑張ってください。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。